朝潮型駆逐艦は大日本帝国海軍の一等駆逐艦の艦級である同型艦10隻。一番艦の朝潮沈没後は満潮型駆逐艦と改定された。二計画で建造された大型駆逐艦10隻。軍縮条約の結果建造された中型駆逐艦では艦隊決戦型駆逐艦とし満足できず、吹雪型駆逐艦並みの大きさに戻された。 気候前後に第四艦隊事件が発生し、計画改正後に建造を続行、1937年から1939年に竣工した。竣工前後に、完備改正や臨機調事件による改装があり、艦隊編入は1940年からになった。本型は徳型で実現した艦隊型駆逐艦を、さらに完全にした最初の方で、 その後の建造される駆逐艦の基本型となった。しかし本型の構造区力は軍令部の要求に達せず、3計画での建造はカゲロウ型駆逐艦へ移行することになる。太平洋戦争には全10隻が参加し、すべて戦没した。1930年のロンドン軍縮条約の結果、日本は1500トンを超える駆逐艦の建造が不可能となり、 規定排水量内で戦力を拡充するために、位置計画で、初春型駆逐艦の建造を行う。初春型は、排水量を条約規定内に収めると同時に、特型駆逐艦並みの兵装を搭載する無理な、設計の結果、復元性に問題があり、大規模な改造が必要になった。そこで、初春型は6隻で打ち切られ、初春型の改良型である。 白露型駆逐艦6隻を建造した。続く2計画では白露型14隻の建造を計画したが、この計画での白露型を4隻で打ち切り、残り10隻は大型駆逐艦を建造することにした。これが本型である。この時期、決戦海域の拡大が予想されていて、主要艦艇は、航続力の増大と機動力向上が図られていた。 白月湯型の打ち切りと本型への移行は、中型駆逐艦では、兵装、速力、航続力で満足できる性能を持つ艦を建造することが不可能と判断したと思われる。時代背景として、満州事変などによる国際情勢の緊迫化や国際連盟、軍縮条約の脱退が見込まれていたことなどもあった。計画番号 F48。 ともつる事件の教訓を踏まえて計画された当初の計画要目は以下のようであった。しかし一番間、朝潮の気候後すぐに第4艦隊事件が発生し、設計変更を余儀なくされた。設計変更後の要目は、要目表の数値を参照されたい。排水量は当初計画よりさらに増し速力も35ノットに及ばない34.85ノットとされた。 実際の講師成績はと計画を大幅に超過している。傭兵側は、速力と航続距離に不満があり影楼型駆逐艦を計画したが、実際の航続距離に関しては十分満足いく値であった。上構え配置は、基本的に白露型を踏襲している。船体は、徳型駆逐艦とほぼ同じ程度になる。春航時の徳型より本型の方が、 排水量は大きいが、性能改善工事後の特型と比べると特型の方が大きくなった。設計段階で復元性能を重視したため、全体のシルエットは特型より低くなっている。還元も低く、風圧側面積が小となって、復元性能上有利であり、襲撃時でも発見率が低くなり有利だった。この場合でも高速発揮のためには、 監視還元には十分な高さが必要で、その高さは徳型並みにした。手法は徳型以来搭載されている三年式50、合計12.7センチ連装砲で、先手廊甲板に1機、後部に背負い式に2機の計算機6門で、配置法も含めこれも徳型と同じである。砲塔形式は C 型で、白露型から採用され、次の影楼型にも搭載された。 最大行角は55度で、対空射撃も可能とされたが、最大行角での発射速度は1分間で4一発で、あり、弾丸、創薬は別々に装填していた。一方当時のアメリカ海軍が駆逐艦の手法に採用した38口径12.7センチメートル砲は、弾丸と創薬を一体化した、薬莢方式で装填は、半自動。 発射速度は行革に関係なく1分間で15発であり、対空火力としての差は大きかった。機銃は計画では93式 13mm 連装機銃2機4丁であるが1938年の年報では、朝潮のみ 25mm 連装機銃2機装備となっている。また荒潮の公式図では、非式 40mm 単装機銃2丁を、 装備しているが写真などからの確認はできていない。基銃の装備位置は初春型、白露型と同様、第2煙突直前に基銃台を設けて設置した。本型の煙突は全部がすぼまった通常と逆の形状をしており、第2煙突に関しては、基銃台の面積を稼ぐためと思われる。対戦中の基銃装備についても不明な点が多い。作戦頃の型においては、 第二砲塔を撤去し25立方ミリメートル連装機銃2機を装備、13ミリメートル機銃は25立方ミリメートル連装機銃と交換、環境前に機銃台を設置し25ミリメートル連装機銃1機を設置し、合計25立方ミリメートル連装機銃4機、連装機銃1機を装備した。その他25ミリメートル単装機銃を装備したとされる。 魚雷発射管は白津型と同じ92式4連装発射管2機を搭載した。縦の形状は白津型のそれと同じで、影楼型のとは異なる。初春型から採用された次発装填装置も搭載され、1番発射管の予備魚雷は、第2煙突両側、2番のそれは、後部の上か前に食い込む形で設置されている。 魚雷は、春光時は90式魚雷を搭載していた。1941年の開戦前までに93式魚雷搭載に改装されたと思われる。爆雷は91式爆雷36個を搭載、94式爆雷投射機1機、爆雷投下第6機を設置した。白梅型では、爆雷投射機2機、投下軌道2乗であり、対戦兵装はいくらか交代した。 春工時には単身技を搭載していなかったが1940年に93式3型単身技が朝潮型6艦に搭載された。対戦中22号電探が全部マストを改正して装備された。また、アゴー作戦後23号電探を後部マストに搭載したと思われる。計画出力は徳型と同じ5万馬機。タービンは新規に設計された。 ポ本式高中低圧タービン2機、巡航タービンは原則歯車を通して中圧タービンに接続された。特型では機械室に中央隔壁があり、機械室が左右に分かれていたが、本型では隔壁を廃止、機械室は一つになった。速力35ノット発機には計画で5万2二千馬力が必要とされ、後のカゲロウ型で実現している。 日本海軍の駆逐艦では本型から艦内の電気系統を220ボルト交流とした。当時の軍艦は直流を採用していたが、交流下で電気設備の重量、容積ともに小さくなったほか、耐久性、メンテナンス性も向上したという、重量比で従来から25%減少したと言われる。同時期に工作艦、赤市では440ボルト交流が採用され、 以後、心臓化運転の交流化が進められた。竣工後に旋回転の大きいことが分かり、完備水線付近は丸みをつけた形状からナックルをつけた形状に変更、火事の形状も変更する工事をしている。また、推進機の回転数が計画の 380rpm から実際には 350rpm に落ちており、 推進機直径を3.40メートルから3 2二8メートルに小さくし計画回転数を 375rpm にした結果、旋回転が小さくなったと同時に速力も0.7ノットほど増大した。この改正は最初の4隻のみと思われ、朝雲以降の残り6隻は完備を改正した状態で竣工、推進機直径は3 2 4零0メートルのままと思われる。 なお、海軍造船技術概要では、三運以降の推進機直径を3.400メートルとしている。さらに1937年12月29日に、朝潮のタービンの開放検査をしたところ、タービン翼の一部破損が発見され、翌年1月19日に、臨時機関調査委員会を組織し原因究明が行われることとなった。本件は一時、 日本海軍全艦艇に問題があるのではないかと思われた。調査の結果、原因はタービン翼の強振であること、また、朝潮型に搭載されたタービン特有の現象で他の艦艇には問題がないことが分かった。その後、対策が施され、以後問題はなくなった。しかしながら前述した通り、航続距離が要求に達しなかったことで改良型とも言える。 影老型駆逐艦に移行することとなる。1937年中に竣工した、浅潮、大潮、満潮の3隻は同年末まで1ヶ月ほど、中止方面へ出勤している。1938年から各艦は予備艦となり改装工事を行い、昭和15年度から順次艦隊に編入された。浅潮以下4隻は、海戦時代8駆逐隊を編成し、 マレー上陸作戦等、初戦の南方攻略作戦に参加。ミッドウェイ海戦には、第7戦隊直江として参加している。その後は、ソロモン方面へ進出し1943年に、入り、朝潮、荒潮、大潮が、いずれもソロモン方面で戦没。残った、満潮は、レーテ沖海戦において第1遊撃部隊第3、部隊の一員として参加し、 すり顔海峡で戦没した。朝雲以下四隻は、海戦時第9駆逐隊を編成し、第8駆逐隊同様各地の攻略作戦に参加している。うち、三雲は1941年12月の林画園、上陸作戦中に触来し、修理のため翌年9月まで戦慄を離れた。夏雲、峰雲は1 9 4二年十月と翌年三月に、 ソロモン方面で潜没している。残った、朝雲は復帰の、三雲、第八駆逐隊、第二十四駆逐隊生き残りの、万長とと共に、西村艦隊に所属し、冷凍機械船に3、参加、三隻とも、すり顔海峡で潜没した。あられ、霞は影楼型の、影楼、白縫と、第十八駆逐隊を編成し、第一航空艦隊空母を、直 新珠湾攻撃、正論沖海戦、ミッドウェイ海戦などに参加する。その後、あられは1942年7月にキスカ湾で戦没する。この時、霞、知ラヌイも雷撃により損傷した。修理完了後は、北方部隊に編入され戦団護衛任務に就いた。冷凍機海戦では、第二遊撃部隊に所属し、 釣り顔海峡海戦に参加したが生還する。その後オルモック輸送作戦3回、霊合作戦などに参加。北合作戦で本土に帰還。最後は、戦艦、ヤマトや第二水雷戦隊各艦と共に天号作戦に参加したが、米軍機の攻撃により、航行不能となり、秋月が宅地区艦、冬月に処分された。艦艇類別等級表記最順。 初期から中期の8隻は、それぞれ4隻で駆逐隊を組み、最終ロット2隻はカゲロウ型2隻と駆逐隊を編成した。佐世保陳樹付隻の浅潮、大潮、満潮、荒潮で編成。1937年10月31日に解体したモみ型駆逐艦4隻からなる仙台に、続く3代目の第25駆逐隊である。 1939年11月1日付で、横須賀鎮守府の吹雪型駆逐艦4隻からなる、仙台第8駆逐隊が、クレ鎮守府第20駆逐隊に転出し、入れ替わりに横須賀に転席したため、4代目の第8駆逐隊となる。収益当初より、タービン翼の切損事故が相次ぎ、全艦とも改善工事のため水雷船隊に所属するのは、 横須賀天石後となった。横須賀鎮守府石の三雲夏雲、朝雲、峰雲で編成。編成時に、横須賀鎮守府所属駆逐隊が第1から第10まで、すべて存在していたため、第41駆逐隊となった。1939年11月15日付で、初春型駆逐艦2隻及び、白露型駆逐艦2隻からなる仙台第9。 駆逐隊が、佐世保鎮守府第27駆逐隊に転出し、入れ替わりに第9駆逐隊に解消したため、5代目の第9駆逐隊となる。こちらも改善工事のため水雷戦隊に所属するのは、当初より遅れた。クレチンジュフ石のあられ、霞と影楼型の影楼、白の日で編成。1935年4月1日に、 解体したい祖父が宅地区間4隻からなる仙台に続く3代目の第18駆逐隊である。ありがとうございます。